はい、今回はね、一人企業のすすめというよりも、一人企業というよりもね、一人で生きていくことの楽しさについてちょっとね、気持ち悪いことをお話ししようかと思います。まあ、私はね、一人でも全然寂しくないっていうか、寂しい寂しくないっていう概念はないんですよね。一人が最強だと思えるぐらい、本当に一人でも寂しさっていうかね、孤独感っていうのはないんですよ。もっと言ったらね、その孤独って最強だなと思うんですよ。これから言うのが結構気持ち悪いことなんですけども、私はですね、自分の中にいろんな人格を飼ってるんですよね。まるで俳優のようにです、役者のようにです。例えばね、ある時は私はプレイボーイになったりするんですよ。プレイボーイの久保哲郎に対して私自身が語りかけたりするんですよ。ヨーみたいな、お前最近女の調子どうだみたいな感じでね、気持ち悪いでしょ、だから一人でいろんな役割を演じてるんですよ。その他には喧嘩対象ね、北斗の拳のケンシロウとかラオウみたいなものを自分の中に持っていて、そういう人とたまに戦ったりとか、理屈をね語り合ったりとか一人でするんですよ。であとはね、少年とも話します。久保哲郎少年、10歳の頃の少年と、お前なんか将来こんな大人になるけど大丈夫かみたいなことね、話したりとかするんですよね。これ一人でやるんですよ、頭の中で。全然寂しくないですね。自分の頭の中って無限に世界ができて、無限に役者がいて、それこそ無数に人がいるんですよ。自分という人間がたくさんいるんですよね。であとデスラー総統みたいな久保哲郎に語りかけることもあります。自分がデスラー総統という役割を与えられて、ガミラスという惑星の支配者だったらどんな暮らしをしてるかなってことを想像しながら、おいデスラーよ、お前大丈夫か、最近大変なことないかって言ったらね、スターシャーが全然そっけないんだよみたいなことを返信してくれて、それに私がアドバイスするみたいなね、こういうことをやったりすると非常に楽しいと。もうね、バーチャルゲームもいらないし、プレイステーションもいらないんですよ。自分一人でってやってるんですよ。しかも時間かかんないんですよ。わずか数秒の間に数十年っていう時間を作り上げることができますよね。その他、宇宙飛行士とかもやったりしますよね。現在、ケンタウロスの惑星に着陸しましたみたいなところを想像しながら、そこには宇宙人がいたり、新しい出会いがあったりとか、新しい、化学物質を発見したりとかね。で、地球と交信取ったりとか、地球に交信取ったら昔の友達はずいぶん死んでいてとか、でもタイムマシンが発見されて、いつでも昔の友人に会えたりとかするから楽しいなとかね。そういうことを一人で想像してるんですよね。まあ気持ち悪いですよね。かなり気持ち悪いですよね。でも一人だとこれができるんですよ。で、誰かと関わってると、その人との時間がありますんで、そういうふうな自分の内側に意識を向けることっていうのはなかなか難しかったり、あと相対的関係っていうんですけども、誰かと自分っていうものがいつも存在して、そこに差があるんですよね、相対的な関係が。で、それに多くの人は多分ストレスを感じたりとか、違和感を感じたりとか、悔しさとか憎しみとか怒りを感じたり、羨ましいと思ったりね、妬んだりするんではないかなと思うんですよ。そうなると、なんかね、一生誰にも会わずにたった一人でずっと幸せっていうことがあり得るんではないかなと思いますよね。よく人間関係の中で自分が鍛えられるっていうね、考えがあったりします。そういうのも私もね、納得できるんですけども、誰とも一生関わらないんだけども、最高の人間育っていくってこともまたこれもできるんではないかなと思ってしまうんですよ。ね、こういうことを考えるのが一人対話なんですよね。私は自分の中に多分ね、数十億人、数百億人の人格を飼っていると思うんですよ。で、そのあらゆる人格がたまに私の表面に出てくるみたいなことを入れ替わり、リボルバーみたいにやってるんじゃないかなと。だからね、どんな人間にもなりきれると思うんですよ。何にでもハマれるんですよ。だと思うんですよね。それがね、なかなか面白いと。かと思ったら、何にも考えない人格ゼロっていう状態もたまに作ってね、なんかこう、空気を入れ替えるみたいなこともあるのかなと思うんですよね。まあなんかつまんないこと言いましたね。まあこういう感じでね、一人企業どころか、一人人生といいますかね、なんかその一人でも、二人でも、50万人でも、あんまり変わんないかなっていうことが言いたかったなというところでございます。なんというね、寂しい人間でしょうか。皆さん笑ってやってください。それでは、今回は以上です。